高見湿地と風力発電機牛馬等遺跡清水区は台湾、台中市の四角区。清水鎮は台中県西部、大口径の南に位置し、西は台湾海峡に接している。東は上尾くと、南は青霧西区及び砂四角と、北は大口径を挟んで、大光区と接している。 高所所在地の海抜はわずかに8メートル、最高地点のレザ里でも218.7メートルと、比較的平坦な地勢となっている。西部平原地区では、市内中心部が構成されるほかに、水稲栽培が盛んであり、東部では、豪、峰山などの丘陵地帯が広がっている。清水区の旧称は、牛場島であり、清氏による、 台湾統治が開始されると諸羅県牛場所に帰属した。1723年、諸羅の北百余里の地、早小日から大光景にかけて、消火圏を設置され、清水地区も消火圏の管轄となり、先週より、要、再生の入植者が移住し本格的な開発が開始された。1733年になると、漢人による入植地は13層を数えるに至った。 1764年、俗王様台湾府地の牛場街町によれば、次第に町が形成され、肝心集落は牛場社付近に存在していたため、牛場島街と称されたとある。日本統地代の1920年に、その証拠は花肌貴族たるをもって、島でも最も清水の湧くところだから和風地名である、清水に解消され現在に至っている。清水区は、 典型的な農業型経済となっており、土地の大部分は農牧業に用いられている。東部の大洋地区では、畑作農業と養鶏業が主であり、西部では、王妃で、高見、三田地区で、水稲栽培及び野菜栽培が行われている。商品価値の高い果物に関しては、海から吹き込む季節風の影響で発達しておらず、小規模の来地栽培が見られる程度である。 清水駅清水周民は、州、町の一、管轄区域及び軍師の名称、一、管轄区域、大正9年8月10日、台湾総多田市フレー第47項、水越光一、市軍の区域証拠その所在地並外省の証拠、等について、台湾地方第16項、大正9年14、141ページ。ありがとうございます。